はい、炭酸好きな俺の、シュワシュワ動画、今回は、こちらです。ウィルキンソンが新しいのが出ました。炭酸の、T、無糖紅茶フレーバーということでね、もう俺はね、紅茶はもう飲めませんので、カフェインアレルギーになってしまって1年前ぐらいに、それ以降はもう一切、飲んでおりません。こちらが、原材料が水と炭酸と香料。で、容量が 500cc。で、値段が結構安かったんですよ、これ。うん。な、多分売れてねえから安いんだろうな、多分な。なんか、投げ売り価格になってた。投げ売り価格になったんで。どんなもんかな、と。まあ、多分、投げ売り価格だったからまずいんじゃねえか、これ。おそらく。まあでも、コーヒーとかは、あれっすよ。カフェインレスのやつ、俺飲んでるんで。でも紅茶はもう飲めねえから。カフェインレス紅茶なんてあるのかな？わかんねえけど。紅茶も大好きだったんですけど。カンピー。あ、すごい！紅茶の香りする。ああ。うお。あ、紅茶だ、これ。ゴゴティーの、ストレートの甘くないバージョンだ。ジャワティー的なやつ。ジャワティーじゃないのか。あ、うまい。うまい、これ。これ、あれだな。うまいな。俺、ミルクティー大好きだったんですけどね。本当にミルクティーがガキの頃から好きでさ。ホットミルクティー。超好きだったんだよね。昔あったんですよ。なんか、自販機で売ってた。サイズが、350じゃなくて 300cc か 250cc ぐらいのやつ。なんかちっちゃめのね、緑色の缶してたね。緑色の缶でしたね。あれ、すげえ好きだったんですよ。あ、炭酸やっぱ強えな。さすがウィルキンソン。ね。安心の、炭酸の強さです。あれ、どこ行ったんだ？緑色の紅茶。ミルクティーなんですよ。ミルクティーで、ミルクティー昔、自販機。出てこねえかな、緑色のね、これ、確かゴゴティーじゃないんですよね。あ、結構うまい、これ。これ、砂糖入れて、したら普通にあれだぞ。これ砂糖入れて飲もう。うわ、でも紅茶、これカフェインレス。カフェイン入ってないですからね。カフェイン入ってないんで、これありがたいですね。ちなみに、俺コカ・コーラの紅茶で、コカ・コーラのカフェインでもダメですからね。だから、99.7% カフェインレスのやつ。99.7% カップのやつ飲んでます。コーヒーは好きなんで、紅茶も好きだったんですけど、当然、モンスターエナジーとかも絶対無理だしね。好きだったんだけどなぁ。いやぁ、実に残念。マジで。ないなぁ、多分な、これ。ググってもね、多分出てこないんですよ。俺がガキの頃6歳ぐらいの時じゃ、6歳ぐらいだったかなぁ。確かな。6歳ぐらいの時のね、自販機のね、冬ですよ。冬雪が降って、寒いっていう、状態の中、自販機で買ってもらって、で、ホットでさ、あったけーっつって、
飲んだらすっげえうまくて。とんでもなかった。これ美味しい。うん。これは、うまい。ただ、うん。これ俺は砂糖入れて飲むわ。ちょ砂糖入れて飲んでみよう。砂糖入れましょう、砂糖。砂糖、砂糖、あれ砂糖どこ行った？あれ砂糖どこ行った？あ、あったあった。砂糖、砂糖、砂糖。最近、あれ買いましたね。あのね。こちらです。コーヒーシュガーってやつ。コーヒーシュガーって、まあ昔からこれあるんですけど、こういうの。コーヒーシュガーっていうの。俺はもう、単純にこれがコーヒーなんだと思ってたんですよ。この色が。今まで。これ買う前で。わかんなくて。これ昔からあったけど、これどうせコーヒーが中に入ってるから、薄くならない的な感じなんじゃないかっていう思ってたんですけど、全く違いました。こちらがですね、砂糖とカラメル色素なんですよ。で、砂糖をこう混ぜて、加熱しながら混ぜればカラメル色素できますか？カラメルになるでしょ。もうそれなんですよ。だから砂糖しか使ってないんです。じゃあなんでこれ、これ高いんですけど、なんでこれが高いのかって話。これはですね、純度の高い、糖液にカラメルを溶け込ませて、ゆっくりと、琥珀色に結晶をさせました。コーヒーの風味とコクを深めます。美味しく飲むためには、これはうんたらかんたらって書いてあるんですけど、ググったところによると、これね、角砂糖みたいな、ザラメの塊なんですよ、だから。角砂糖のちっちゃいバージョンみたいなやつ。あ、角砂糖じゃねえ、氷砂糖か。氷砂糖の、梅酒作るときに、あれの粉砕したやつみたいな感じなんですよ。だから、これ一杯、スプーンティー一杯入れて、で、一切攪拌しないの。攪拌しないで状態で飲んで、で、じわりじわりと溶けてくるんですよ、これが。で、最初はやっぱ、ブラックなんだけど、だんだんこう甘くなっていく、その過程を楽しむっていうか、その変化を楽しむのに、がいいっていう。だから、これは、こういう、ね、氷砂糖的な感じなんです。知らなかったね。全然知らなかった。ということで、このカラメル、氷砂糖的なやつを入れて、まあ、氷砂糖ってね、やっぱ高いんですよ。あれ製造方法とかググったらね、出たんですけど、氷砂糖作るのにすげえ手間かかってるんですよ。だから氷砂糖高いんだよ。結構甘いの好きなんで、これいっぱいぐらい入れます。こんぐらい。うわ、あ、まあ大丈夫か。うん。だから、このカバーが、ね、役に立ちましたね。うん。こういう時のためにあるんだよ。キーボードカバーは。ちなみにこれサランラップじゃないからね。ちゃんとアマゾンで売ってるやつだから、ね。みんななんか勘違いするけど。サランラップじゃないですよ。うん。サランラップではございません。わざわざ値段の1000円ぐらいのやつ買ってます。1000円出して買ってますからね。ほら、こんな感じで、下に沈殿して、で、一切攪拌しないんですよ。これ本来だったらコーヒーだから熱いんですけど、熱くないから、これは、あれ、だんだん、
もう草もあんま溶けないだろ。さっきこれ入れた時に泡がブワーって出たでしょ。もう炭酸、かなり弱くなってる。これは混ぜましょう、これ。単純に。絶対溶けねえから。こんなもんだよね。あ、全然溶けてねえな。もういいや、これ。個人的にこれは美味しいと思います。うん。四つ星、ご視聴ありがとうございました。